では最初のニュースはこちらです。政府が2020年度第3次補正予算案を閣議決定。政府は昨日2020年度第3次補正予算案を閣議決定しました。歳出の規模は19兆1761億円で、予備費や予算の余りがあるため一般会計の追加歳出は15兆4271億円となります。 え来年1月18日召集予定の通常国会に提出されてえ審議されるということうやって、ね、コロナが続くとどうしても第3次が必要になるんでしょうけどね、はいうん、アメリカなんかいまだに刺激策次がないわけですからそれよりは、ね、あの順調にやってるとは思うんですけども、うん、まあしかし、私は経済素人だからあんまり無責任なことは言いたくないけど、はい、こんなにお金使ったらねやっぱりこれ全部借金だから。うん 返さなきゃいけないんですよね、いずれはね。うん、だけど、今のように、あの、まあ、国論割れてるようにも思えるけれども、はい、一方でコロナはちゃんと、まあ、水着はもう無理なんだけども、ただできるだけ減らさなきゃいかん。うん、ってことは活動を減らさなきゃいかんと。はい、で、これお医者さん中心におっしゃるのは当然なんですよね。うん、だけど、それじゃあ、このままね、はい、ずっとそれやってですよ。 ほうで、補正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 ばっかりやって、借金がどん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 膨らんで、これで宴会だと。経済やっぱり動かさなあかんでよ。そうしたら税収がなくなっちゃうんだからね。はい。そしたらますます袋工事になっちゃうから、やっぱりある程度 GoTo がいいかどうかの議論とは別に、経済はちゃんと動かさなきゃいかんということをやはり頭のどっかに置いとかないと、健康だけじゃねえ、という議論が起こりうる。 まあその中でのまあ補正予算案ということなんでねん。まあコロナの拡大防止策に4兆3000億円余りを使うと。すご、うんはいそうですよね、これ4兆ってね。だって防衛予算が5兆ですよ。確かにそうですねあ<ー>年間の すごい額ですよ<れ>、うん、それに匹敵する額を補正だけで。補正だけでね。うん、うん。まあ、それは当然なんでしょうけども、はい。うん、なんかこういうお金の使い方もあるな、当然ですよね。うん。 そして、まああのー、中小の資金繰りだとかコロナ後に向けたものというのもいろいろと盛り込まれております。そ,そうですよ。僕は小さな会社だから関係ないけども、うん、中堅から、あのー、中小企業の人たち大変だと思いますよ、特にこのサービス業とかね。はい、ですからこれはもうきめ細かくやらないとあと失速しちゃいますからね。難しいよ。これね、これうん、本当に。 でまあ、あの外交と響き合うところというと、はい、あの脱炭素化を支援する基金の創設、2兆円というのがありまして、これ、やっぱりこの脱炭素化というもの、まあうん、いろんなアイディア出てきてますけれども、はい、これやっぱりアメリカの政権変わるとなると、ここがクローズアップされてきますかそうそう、これは本、ね、当、2050年までにっていうやつですよね、ネットでゼロにする。 はい。その発想は,はね、僕はあの、ああ、なるほどなと。まあ、バイデンさんがなるっていうことを読んでたのかもしれないけども、あれはやっぱりね、あの、この間もある人と話したけども、はい、国際的には非常に高く評価されてるらしいですね。ああ<ー>、うん、なるほど。国連等でね。 あれ、政権が菅さんに変わって、も即座に出した感じですよね。そうそですね。まあ、安倍さんの時はどっちかっていうと、うん、あの、必ずしも前向きではなかったという印象を国際的に持たれてるもんだから、あ菅さんになってこういうふうなことを打ち出して、はい、おおという感じが今,、うん、今、国際社会、特に国連の一部ではそう思う 受け止められてるようですよ。<ー>それはそれで良かったなと、いいタイミングだったなと思うんですけど、まあ少し2兆円かかるわけだよね。<laughs> まあそりゃお金かかりますよ。まあ技術開発等々申しなければいけないし、そうそうまあ今後の議論としては、まあ原子力発電所どうするとかそういうことまで考えなきゃいけない。まあしかしそれはね、ある程度続けないと、まあ、とてもじゃないけど、 達成できないいと思いますよそこはね、我々の頭の考え方を変え,えなきゃいけない部分があるとは思いますますあでも、アメリカもこれでパリ協定に復帰していく流れになってくるということも考えると、日本が全く今までと同じスタンスでってわけにいかなかったんでそれはやるのはいいんですが、あとは米中が何をするか、排、えーね、出の大きな国々、そ,うそ,うそ,でそこで変な握られて、われわれがね、バ,ババを引くってことはないようにしなきゃいけないと思います。 えまずはあ、第3次補正予算案についてお話をいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。 新型コロナ、全国の重症者は過去最多の592人。感染が拡大している新型コロナウイルス、厚生労働省によりますと、全国の重症者の数は15日時点で592人となりました。これまでで最も多い人数です。 人工呼吸器をつけている、あるいは集中治療室などで治療を受けている重症者の数が、15日午前0時の時点で592人だったということであります。この重症者が増えてきているっていうのは気になる記事でしょう、ね。ううなりますね。うんまあ、このあたりも含めまして、医療現場の現状などについて、川崎市健康安全研究所所長で、内閣官房参与岡部信彦さんにお話を伺います。電話がつながっています。 岡部先生、おはようございます。あおはようございます、岡部です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず、この GoTo トラベル全国一斉一時停止ということになりましたが、この決定、どうご覧になりましたか。感染症っていうのはどうしてもあの、人が、人から人に移すものであれば、はい、人が動くっていうことは、うんえと、感染症が広がる可能性はあるので、ええ、今、増えてきた以上は、どっかで止めなきゃいけない。 のであれば、はい、人の動きが少し減ってくれないと減少しにくいと思うんですね、ほ、えーえー、他にもいろんな要素があるので、はい、旅行に行くこと自体がいけないのか、あるいはその旅行先に行って何かする、はいえー、そういう行動がいけないのか、そこら辺はまあ結論はないんですけれども、しかし、動きを少し止めないと、えーまあ、行く側も心配だし、来る側も、受ける側も心配だということじゃないでしょうか。えーえー これあの、菅総理大臣はあの、年末年始のタイミング、ここで、えー、やるのがいいというふうに、まあ、説明もされてましたけれども、やっぱり人が動くタイミングっていうことがありましたか、まあ、そうですね。それとあのお正月っっててやっぱりどうしても おいろいろなものが止まっているときなので、まあ、もちろん観光のところとか受け入れる側は混んでるんでしょうけれども、はいえー、例えば医療体制なんかやっぱ薄くなってくるので、はいえー、そうであれば少し、まあ、そういう負担を減らすとかですね、えー、あるいは別の方法で何か他の時に、 えまあ経済的なことも考えていただくということは必要だと思うんですけれどもうんその医療体制の部分ですが、先ほどもニュースでお伝えしました592人と過去最多の重症者の数とこういうことになっております、足元の現状、いかがですかえっと全体の数からいうと、はい、少しこう、 え急,所急上昇っていう傾向はちょっと抑えられてるんですよね。うんえでもその急上昇してるときに具合が悪くなってる人が今積み重なってきてるわけなんで、あのー ちょっと、その、増え方が落ち増え方が増えなくなったというふうに言っても、直ちに、重症者になる方が減るというわけでもないと思うんですね。うんそれから、ちょっとこう横向きになったとはいえ、地域によって随分違って、はいえー、例えば全国的には確かに、そのお、ぎゅっと上に上がってたのが、右側の、えー、少し、なんていうんですかね、平ったくなっているところは、例えば北海道なんかは落ちてる傾向はあるんですけれども、ええ 地域によっては逆に今まで少なかったけれども、増えてきているというところもあるので、全体的なやっぱり、えー、みんなで注意をするっていう段階だと思うんですけれども。えー、スタジオにはあ外交評論家、宮家邦彦さんもいらっしゃいます、はい、岡部先生、おはようございます。はい、これはワクチンがね、もう少ししたら、はい、日本でも始まると思うんですけれども、接種が。はい、これは全体、世界的に見て、これ、終わりの始まり 見ていいんでしょうかそれともまだこれからまだ始まりがあるんでしょうかね。いや、それはその、今までのその経過と、その、なんていうんですかね、えっと、試験中の、えー、ワクチンの効果では、えー、確かに免疫はつくわけですね。うんでもそれが例えば、えー、ハしカとかポリオみたいにパンコを病気を止められるような、えー、病気とワクチンなのか、あるいは、 インフルエンザのように、まあ、インフルエンザは型が変わるわけですけれども、えっ、えと、まあ、何回か続けてやらなくちゃいけないものなのか、その辺は、その病気の経過がまだ1年しか経ってないので、すべ、ええ、てわからないわけですよね。ええ、でも、少なくとも、まあ、えー、最悪の場合、まあ、一時的に効果がある。で、それならば追加をして、 ワクチンを接種してていいいいいけばいいっていう考えはあると思いますあの一発だけでパーンと止められるっていうタイプではどうもなさそうだっていう感じはありますけれども。あ,ーはーはーあともう一つ気になるのはですね、この新聞情報でしかないんですが、イギリスでまたあのあ新たな変異、 が起きているという報道がありまして、いろんな説があって、私は素人ですから分かりませんけど、そんなにあの大きく変異してもそんなに大きく性格が変わるわけじゃないという見方もあれば、いや、これは大変なんだという人もいるんですけど、うん、そこら辺はどううなんでしょうかあの変異というのは、遺伝子の,その病原性ですね、病気の強さに関わる部分の変異なのか。 あるいは、そのウイルスというのは、どっちみち、その、何週間とか何ヶ月とか、あるいは何年に、いっぺんぐらいは変異をしてるんですね。うんただ、それはその単に、その、あまあ、人で言えば単に四服だけ着替えたのか、うんはい、あるいは本質的になんか性格みたいなものまで変えたのかというのは、やっぱり違いがあるので、<ー>その変異イコール何か重大なことというふうに結びつくかどうかっていうのは、いろんな他の傍証を見ていかないとわからないと思うんですね。う ですから例えば日本にいるまあコロナウイルスも一番最初の時のその中国由来のウイルスではなくてえーヨーロッパスタイルのウイルスに途中から変わってでヨーロッパスタイルもえーヨーロッパ側も変異をしているわけなのでえそうすると今の日本はヨーロッパのスタイルとは違うんだということは言えるんですけどでもそれは。その えー、直ちにその病気の違いに出てくるかどうか、特にその実験動物であることが分かったかもしれないけれども、それは人に置き換えると、正確に同じことがどうか、はい、同じことを反映しているかどうか、これわ分かんないんでのようね。ごめんなさい非常に、関心のあるところではあるけれども、はいえー、直ちに結論は出てないということにないます。なるほど あの、そのあたりにも関連するんですが、一部の人だとかネット上などで言われているのがですね、あの、これ海外からのとこ、まあビジネスとこを一部緩めた部分が、えー、ちょうどこの11月あたりの患者の増大と符合するんじゃないかというような意見もありますが、このあたりはいかがですか、先生。うんと、それは確かに国外から来た方が、はいええ ええー、感染をしてるっていうのは見つかってるんですよね、経営者なんかでも。ええ、ええ。えでもそこからの広がりっていうのは、あのー、国外から来た人でも、 えー、うつらないように少し行動を控えておいてもらうとか、はい、2>, 2週間うちにいてくださいとかいうのがあるので、うんそこからタブーシーに広がってるっていうのはないんですよね。うんでもあの、それをその遺伝子的に、そのウイルスの遺伝子的に、えええー、どっかひかにあの散らばってるんじゃないかっていうのは、それはまだわからないから、うんそこはあの単純に結論はつけられないと思うんですね。うんそれやっぱり あごめんなさい移動の数から言えば、はい、国内の移動の方が、海外の移動よりは多いわけですから、海外からの移動よりは。うん、もう圧倒的に桁が違うわけですもんね、そこはまあそうですね。なるほど、そうすると、まあ国内で、えー、日本人、われわれがどう、こう、行動として防いでいくかというところになってくると、これから先の生活において、気をつけるべきところというのはどういったところでしょうか。 うん、まああんまりそのうちの中にじっとしてこもってるっていうのは僕はしなくていいとは思うんですけれども、ええ、えでもそのもし動くならば、あの人に、もしかすると自分は移しちゃうかもしれないんでっていうのはちょっとこう、人に対して優しい気持ちですよね。それから受け入れる側も、 はい、まあどうぞどうぞだけれども、やっぱりちょっと自分たちも最低の注意をしなくちゃいけないし、来ていただく方にも、ちょっとここは注意してくださいっていうのは、お互いの、その行き過ぎないような注意力っていうのは、やっぱりいると思うんですね、はいうんあのー、この優しい気持ちだとかっていうのは、感染症、ウイルスが一番嫌うって、確か岡部先生、あのーはい、いろんなところでおっしゃられてますよね。はい、はい 逆に感染症が好むのはどういった社会の空気ですかうーん、まあ、自由奔放な状態が一番感染症は嬉しいでしょうね。<laughs> なるほど <laughs> そうか。ウイルス側にとってみれば、ええー、っていうのがあると思うんですけども。えーえー、うん。ギスギスしない程度にお互い配慮してやっていくというところ、あまり自由になりすぎない方がいい。はいまあ、そうですね。まあ少なくともそのインフルエンザより、はい、ええー、ばーっと広がる力は今のところ幸いに弱いようですから、えー、そうだとするとインフルエンザ並みの注意はやっぱやっぱり、これは、 ああ、やった方がいいと思うんですね。やっぱマスク、手洗い、うがいとそういうところですかまあそうですね。まあ、うがいがそんなにいいかどうかってわからないけれども、はい。でも体にとって、その、決して悪い方法ではないし、うん。えー、負担がかからない、ちょっといい方法って言うなら、はい。やっておいていいと思うんですね。なるほど。わかりました。大橋先生、朝よからどうもありがとうございました。あ、はい、いいえ、ね、ありがとうございました。えー、川崎市健康安全研究所所長、岡部信彦さんにお話を伺いました。 ええー、優しい気持ちを持って<う>、うん、自由奔放だったらアメリカであんな流行るの当たり前やね。<laughs> 確かに。うん、自由奔放な国だまさにその国だからね。なるほど。毛が違うですからね。うん。ええー、この時間、ええー、外交評論家、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本放送ードを聞きの方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。 茂木外務大臣、ウズベキスタン副首相と会談。茂木外務大臣は昨日、ウズベキスタンのウムルザコフ副首相と会談しました。会談では両国の経済面での協力を進めていくことで一致。茂木大臣は中国を念頭に自由で開かれた国際秩序の重要性を指摘した上で、中央アジアが安定的に発展するよう貢献していく考えを伝えました。 えー、外務省内でおよそ1時間にわたって会談が行われたということで、まあ、この方、あウムルウザコフさんは副首相兼投資対外貿易大臣でもある、うん、ということだそうです。 まあね、中央アジアは極めて重要なんですよね。はい、あの中国を念頭にというふうにおっしゃってましたけど、えー、まさにそうなんで、ん中国のいわゆるウイグル自治区ですよね、はい、新疆。新疆あの地域というのは、の隣に、まあ、中央アジアがあって、ずぶりかその一カ国なんだけども、はい、ある意味でイスラムと 中華文化がこう重なる部分ですよ中央アジアってのね、そしてウイグルっていうのは、ある意味で非常に難しい国内問題を抱えている、だからこそ日本はですねこの中央アジアの国々と、はい、あのよく連絡を取ってですね、えーえー、特に茂木さんがおっしゃったように、開かれて安定し自立した、うんうん、要するに開かれる、つまり特定の国、 だけがそこを安定するっていうのて要するに不安定になってあの混乱しても困るし、えー、そして自立してもらうと、はい、つまり依存どっかの国に依存しないとういうことは極めて重要だと思いますねですからその意味ではいい,、まあ、い,いことやって、まあ、来てくれたんだからありがたい話なんですけども、えー、これ数少ないね今あの<ー>外交で、えー、全部テレビ会談してるわけですから対面でやるっていうのはね ななかなかあの勇気もいるしそのお互いに来る、行くは大変なんですけどもやっぱりこれが本来あるべき姿ですよ。これやらないとね、やっぱりねウェビナーだけじゃあれでしょう、なんとなくね対面でやらないとね、こうやってアクリル板あるけどでも対面ですからね、あんまりあの風来ないのはいいんだけどそれは置いといてですよ。ここここういういとをやるののはは大事うんこれもてぎさんはこの間アフリカを歴史を

こよやっぱり4か国ですけどこれもねやっぱり中国が年頭と言っていいんでしょうね中国はアフリカの一部の国々にものすごい投資をして金利は高いしかも2国間の借款では圧倒的に7割、8割、9割を占めるような形で入っていってだけど結局は中国やりたい放題やられてそれで揚げ句の果てに資源の 権利持ってかれたりもしくは港の権利を持ってかれたりしているという現実がある中で、ねはい、まあ日本もあのアフリカ諸国、まああのー、ティカッドで一生懸命やってはいるんですが、ええ、そうは言っても、ねええ、ティカッドをやるたびに何年かに一回じゃしょうがないのでんって実際に向こうに行って話をしてくるというのは今回行った一番最初の国チュニジアですが、はい、ここが次のティカッド キカットの開催国にもなるということだそうでその辺もあの根回しというかよろしくというふうに会談はしたそうですが、うんはい、キカット、一番最初に汗をかいたのはまさに宮家さん,だったん、ね、そうなんですね。ですから、キカット、アフリカそれから中央アジアも中国が関心を持つ、はいまあ、もちろん前からも彼らも持ってるかもしれないけどあの着目して,動,って動いたのは日本の先なんですよね。たただ、まあ、その間に追いつかれちゃった部分もあるから ここはやはり一生懸命やらないかんということだと思います、はいえー、今日のキーワード茂木大臣ウズベキスタンの副首相と会談というニュース取り上げました時刻7時43分ですお送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いてここだけニューススクープアップです、はい もう耳を塞いでらっしゃいますね。お、ということは、それに負けないような。ね。ここだけニューススクープアップ。この時間、最後のニュースを、お、スクープアップうるさい。ばさ。そんなやらなくたっていいんだから。確かにね。給料かわないんだから。はい。 大島忠盛衆院議長が中国全人代常務委員長とテレビ会談大島忠盛衆議院議長は昨日中国の立選書全人代常務委員長とテレビ会談を行いました大島議長は中国区の公の船航船による沖縄県尖閣諸島周辺の領海侵入や香港情勢について懸念を表明し前向きな対応を求めました 立選書さんって習近平さんに近いって非常に近い人でねあの党の中の養殖にいた人ですけどももう全人代の常務委員長になってんだ、えー 序列第三位だ<ー>そうですよねなんか中央弁公室の室長みたいな小役,、ねうん、役やってたイメージありますよね、うん、そうそうまあですからねあの中国側の申し入れっていうところがポイントでねああこちら側の申し入れで行われたんですか、ね、というふうに言われてますよねもしそうだとすればねえ まあ、あの、衆議院議長っての僕はすごい偉い、あれだし、実際に物事を、を法律を決める、しかも政治がちゃんとやるとこだけど、はい、まあ、あの、全人代がダメだというつもりはないけど、全人代どっちかってうと、まあ、ね、バ、はい、スタンプと言っっていうとこでしょ。えーはい、だけども、それで、まあ、実質的な議論というよりも、政治的なシンボルというか、形式的にも非常に重要だけども、そういう意味であ核は上なわけですよね、うんで。その人たちが会談をする、テレビ、 でとはいえですよ。はい。しかも中国側が求めてきたっていうことを見ると、やっぱり全体最近強く感じますけれども、はい、中国側が日本との関係改善については非常にあの、積極的に動いているように見える、うん。それは当然なんで、トランプさん、はい アメリカとの関係はむちゃくちゃで、うん、しかもバイデンさんとの関係でも、はい、おそらくよくはなりそうもねえと、そうなれば、日米の間にくさびを打たなあかんし、はいね、そしてまあ日本もそれはチャンスですから、いつも申し上げていることですけど、米中関係が悪いときに、ね、うん、あの日中関係がくなりますから、はい、そ,のそのチャンスではあると思うんですけど、どうせ中国側も,も戦略的な譲歩はしないと。 尖閣,は尖閣なんかで譲歩なんかするわけがないということだけども、はい、やはりあの向こうとしては関係をさらに良くしたいんだろうなという意気込みが感じられてなるほどなと思って見てまこれ、まああのね、向こうも全人代の常務委員長ってある意味こうこうバランスを合わせるためにはこの角でないといけないというっこの人議長ですからね議長のね。 ですから、まあその意味でカウンターパートが大島さん、大島議長だということなんでしょうけども。まあね、はい、あの、全人代ってのはあれですかね、香港の国家安全にお法を作った人たちですからね、もっと文句言ってもいいぐらいなんだけども、えーえー、まあしょうがない。 別にあの、李選手さんがやったわけじゃないですから、はい、もっと別の人が決めてるんで、ね、決まってんで、これ、昨日うはきのうで、一、はいえー、昨日ですね、えー、14日夕方ですが、あの岸防衛大臣と中国の魏鳳華国防部長の、うん、テレビ会議という形で、こっちも会談が行われて、うん、そうですね、まあ、だけどね、えーあの、別にケチをつけるつもりはないんだけど、ケチっていうか、中国側のね、国防大臣っていうのは、ええー。 国防省、はい、もしくは国防部長ですよね、これはね、あのもっと偉い人いっぱいいるわけですよ。 はい。軍の中には、うんうん。中央軍事委員会のね、そもそも主席は、えー、習近平さんだし、はい。副主席が、まあ、制服ですよね。えー。だからね、そのくらいの人と会ってもいいと思うんだけど、絶対会わないんですよな私たちは。ああ<ー>。会わないんだけれども、はい。だって、外交部長だってね、はい。それ、大木さん、この間来たけども、へえー。えー、外務大臣の、あの、相手かって言ったら、必ずしもそうじゃないね。あのい外、外交をやっている国務委員っているじゃないですか。 今さんで,すかさんですね、はいで。あの人たちクラスになって彼が確か、ヨウケさんが政治局員だから<ー>政治局員って25人しかいないんだから、ね、つまり中国のトップの25人、はい、日本で言えば閣僚ですよね。あ確かに25人ですからあの別に奥さんがだめだと言ってるんじゃないんだけども、本当にが日本の外務大臣としてカウンターパートはヨウケシさん,なんだと私は思う。 うんまあでもね、それでも、あのー、向こうは人口多いですから、はい、まあそれはそれでいいとしてですよ、国防大臣とやるっていうのはね、これはもちろん非常に大事だし、信頼醸成措置という観点からはいいと思うんだけども、うん、本当はこの上、あ<ー>、うん、って国防大臣っていうのは、国防省っていうのはあれですからね、人民解放軍の中では決して、 地位高くなかったですよあ<ー>まあ今、最近、少しずつ上がっているような気がしますけれども、もともとやっぱり自民家保っていうのは、そもそもが党の軍隊であって、そしてあの国の統治機構は、党が行政も指導する、そうす,領導するという形、えー、行政も全部ね、そう考えると、確かにもうヒエラルキーというか、ピラミッドの上と下で違うわけですね、そうです,ですから、中央軍事委員会に本当は,とはちゃんと話せるようにならなきゃいけないんだけれども、あ<ー>おそらくそういう国はない。 ないはずですよ。あないんですねあ。あの、アメリカも含めてだけど、そこはね。はい、中国側にとっては税金にしてるんだよね。うん<ー>ですから。あの国防省とやってもいいんだけど、スポ、はいえー、えーまあ、クスマンとやってるようなもんですよね。韓国の人からあんまり言うと。 これでもそうするとなんかねじれというか、うん、そうするとじゃあ、制服のトップ同士でやりましょうって言って、うん、その。言っても大したの出てこないでしょ。ああ、それも大したの出てこないんですか。アメリカがやっても大したことも出てこないんですよ。ああ、そうなんです、ねうん、ものすごいあの内向きですから、彼らうん。もっともそう,いうそういう状況、時代も昔はあったかもしれないけど、今はもう、うん、アメリカとの対立、緊張を考えたら、そうそうこじゃないけど、できないですね、そういうことはあ<ー>、うん。アメリカも困ってるって話を昔聞いたことがあります。なるほど、はい、でそののまああの 軍事委員会が今、指導している中にあの例の中国の海警局とかああいうのも今入っっちゃってるんですよねすよそ一応はそのな、まあ、海上保安庁に当たる組織だということを日本は、ね、そういう形では一元化されてないんですよ、あいい意味でも悪い意味でもねどっちもあるんですけどもやっぱりあのん進めてや頑張らないといかんんですよ、あ<ー>相手は協力ですから。 えー、大島議長、中国の全人代常務委員長と会談というところから、まあ、日中関係どうしていくというところをお話しいただきました。